今日はですね、これをやります。どうも、パントエッジです。先日の生ライブの方でですね、こちらのモスラさんのね、もう鉢替えを早急にやった方がいいですっていうことでね、視聴者のアキさんからご指摘というかアドバイスというか、いただきましたんで、早速ね、はい、こちらダイソーさん行って買ってきましたよ。モスラさんの次のお家をね、はい、こんな感じです。で、お皿アキさんが言うにはね、20センチぐらいって言ってましたんで、直径ね、そうすると、値するのがこの7号の8っていうことをね、一応調べましたんで、調べるまでもないですけど、書いてあるからね。なんで一応これをね、モスラさんの新しいお家を買ってきました。で、モスラさんね、もうだいぶね、こう上に上に大きくなって伸びてきちゃってますんで、もうね、お家の方もね、このセメント鉢ね、いつだっけあったの、5月か6月ぐらいだったと思うんですけどね。で、もう今10月なんでね、だいぶ伸びましたねって感じで、早速ね、やっていきたいなと思うんですけれども、お引越しをする前にですね、この鉢をちょっと若干軽めに、デコレーションというかピンク色に塗ってみたらみたいなね、話が生ライブ中にありましたんで、今日はまずこれをピンクに染めたいと思います。で、一応塗りやすいようにですね、茶色っぽいやつじゃなくて、下地がね、白の方が、染まりやすいっていうね、ことなので、白をね、ちょっとチョイスしてみました。これ、皿はどうしようかなって感じなんですけどね、これツルツルしてるからね、塗れるのかな。一応塗ってみるか、っていう感じなんで、早速ね、ジャ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 っとやっていきたいと思います。じゃあ早速ね、こんな感じで始めたいと思うんですけど、今日はね、結構寒いんですよね、外がね。これ100均のね、温度計買ったんですけど、20度を下回ってる感じですね、今日はね。最近ね、ずっと暑かったんですけどね、今日は結構冷え込んでますね、ここ一でね。なんで、あんまり塗装に向いてないかもしれないんですけど、鉢だからね、そんなに神経質にならなくても、やれっかなと思ってですね、やっちゃおうと思います。で、今回塗るのはこのね、ピンクですね、ピンク、ラバーのピンクで、やっていきたいと思います。でも鉢の方はすで、に軽くダッシュはしてあります。で、こっちの缶スプレーの方も温めてありますんで、お湯でね、温かいお湯で温めてありますんで、缶自体は、これからですね。じゃあ早速拭いていきたいと思います。じゃあよくね、缶を振ったところで、やりたいと思うんですけど、この段ボールがね、これ分かりますかね、これすごいね曲がっちゃってんすよね。多分夏とかね、熱とか、あと雨降った時のね、台風とかの、湿気とか、いろいろな温度変化で急激な、多分ひまがっちゃったんですね。なんですけど、とりあえずなんとかね、やりたいと思います。これちょっとあれかな、吹き出し口掃除しないとね、今ちょっと取りました。で、一回ね、ささっと、大丈夫ですね。ただこれ残量がね、ちょっとあんまりないんで、皿もね、あるんですけど、まずは本体がね、でかいからね、今回結構。ちょっとまず本体を優先で、やっつけてみたいと思います。濡れるかどうか、ちゃんと。全体。この底はね、隠れちゃうんで、そこはいいかな、塗んなくてな。ちょっと、なるべく、本体に、集中する作戦で、いきたいと思います。では行きます。久々だな。まずはですね、一発目は軽く色が乗る程度で
くるくる回す、回しながらやんないとダメだな、これ。あ、やばい。ちょっと。まあでもな、最終的にラバーさんはね、厚く塗れば、それなりに。やっぱ多分白だから、素地が。それなりにね、少ない塗料でいけると思うんですよね。なんで、はい、じゃあまずは一発目このぐらい薄めで、一回終わりましょうかね。ちょっとね、今気がついちゃったんですけどね、これカメラに映ってるかな、これちょっとね、細かいゴミ毛羽がね、ちょっとなんかついちゃってるんですよね。多分このね、放置してた段ボール、これがね、ちょっと動かした時になんかね、ホコリが舞っちゃって多分ここにくっついちゃったんかもしれないですね。なんでこの段ボールもう使わない方がいいかもしれないですね。ちょっと余ってるのがあったと思うんで、ちょっとそれを用意したいと思います。じゃあこんな感じでですね、はい、用意しました、新しいやつ、ちょうど余ってたんで。まあこれの方がね、もう塗りもしやすいですしね。うん、暇がってないからね。じゃあ2回目、まあそれなりに厚めに塗っていきたいと思います。じゃあいきます。この縁のところが結構ね、やっぱ塗りムラが出そうですね、これ。あー、これこの縁が結構塗れないかもな。最後逆に立てた方がいいんかな、これ。そうですね、この下が結構ダメっぽい。そして今日気温が低いんで全然乾かない。うん、これちょっと下の方はちょっともう一回乾いた後に再チャレンジですね、これ。これ下のところ、これちゃんと乾くかな。とりあえず、うん、2回目こんなもんですかね。ちょっとこれびっちゃびちゃだから、これ、うん、ちょっと乾かしながらやった方がいいかもしれないですね、いくらラバーとはいえね。はい、ではですね、まあ3回目になるんですかね。向きを変えて、この塗れなかった部分、上の方をですね、今度中心に、塗っていきたいと思います。いきます。これね、やっぱりね、乾燥ですね、やっぱ気温がね一気に下がったんで、この辺がね乾くのが遅いんで、もうあたりもね、真っ暗になっちゃってると思うんですけど。結構ね。で、これまたね、この形状がいやらしいっすね、この人ね。この、丸い感じのね。なんかこんなんしかなかったんですよね。でっかいのが。よいしょ。結構なんかいい加減な感じになってるけど。大丈夫かな。まあ大丈夫でしょうね、ラバーさんですから。なんせうん、でもまあいい感じで、濡れてると、濡れてきたと思いますね、やっぱり。
感じじゃないのこれ。一周回ったか俺で。うん。でもう一回今度ね、乾かして、ひっくり返してこのね底の方、ちょっとなんかね濡れてないかもしれないんで、うん、まあ全体もう一回見て薄いところを仕上げて完了って感じですかね。はい、ということでエンディングです。はい、一応こんな感じでですね、まあ、最後ちょっとね、濡れてないとことか塗り足して、仕上げた感じがこんな感じです。はい。あ、綺麗に塗れましたよね。またね、でまあ上の方もね若干ちょっと塗り足してみましたけどね。でまああんまり中の方はね土とか入れるとこなんで。まあラバースプレー悪影響はないと思うんですけど、うん、まあ一応あんまりね、いい影響与えないのかなと思って中は塗れなかったんですけどね、この縁だけ、最後にちょろっとね拭いてみましたけど、うん、まあまあ、うん、普通に本当に綺麗なピンクにね、塗れたんで、うん、いい感じだと思います。とりあえずね、なんでまあ本当このラバースプレーはねミスすることないですねきっとね。ラバーに関してはね、フィルムスプレーはちょっとね、最初、なんかだれちゃったりとかね、いろいろありましたけど、今回もね、若干ちょっとだれたかなっていうシーンがあったんですけど、乾いてみたらなんと、すごく綺麗に馴染みました。なんでね、すごい、うん、ラバースプレーやっぱ便利だな。やっぱし、ね、素人っていうか、初心者にはね、ありがたいですけど。で、一応皿はね、塗りませんでした。っていうのはね、ピンクさんがお亡くなりになりました。うん、やんなくてよかった。やっぱり皿は最初に手出さなくて、うん、読み通りですね。で一応皿、白い皿と組み合わせるとこんな感じですね。まあピンクと白はね普通に合う、2色なんで、まあ全然ねおかしくはないかなと思いますんで、とりあえず、うん、これで、この組み合わせでね、やろうと思います。で一応次ですね、次はいよいよこちらのね、モスラさん、お引越しの動画になります。はい、2度目のお引越しですね。なんで、一応次回ねお楽しみに、なさっててくださいってことでね。まあ本当はねちょっとモスラさんといろいろツーショットでね、撮りたかったかなっていうのもあるんですけど、サムネとかね。なんですがちょっとねあんまり動かすとまたねアキさんに怒られちゃうんでね、視聴者のね。生ライブ中にも怒られましたけどね、動かすなっつってね、負荷をかけるなってね、もうね浅すぎちゃってですね、このモスラさんの土の、量がですね、この竹に対して圧倒的に浅すぎちゃってるんで、ここにねあの茎の部分にかなり負荷が今かかってる状態なんで、もうねもう安静、絶対安静みたいな、もうあまりねもう動かすなみたいな、そんな感じなんで、一応モスラさんここに固定で、置いといて、次のですねお引越しの時にはもう本当に慎重に慎重に慎重を重ねてね、もうこの茎を押さえながらもうボンボンって感じで、でもボンって感じでねやっていきたいと思いますんで、こうご期待ってな感じで、終わりたいと思います。それでは今日はこの辺でバイバイ。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。まあとりあえずですね、こんな感じで本当にね綺麗にできましたけど、まあね今回ダイソーさんでねこれ鉢買いましたけどね、生ライブの時に視聴者の方にね教えていただいて、ダイソーにもねありますよ鉢ってね言っていただいたんで、あじゃあまあダイソーでいっかみたいなね100円でいっかみたいな、今回はちょっとね時間もないですしね、うん、と思って、買いに行ったわけなんですけれども、まあねピンクの鉢があればな塗る必要ないんだよなみたいなね思って行ったんですけど、うん、なかったねそんなピンクの鉢なんてね、っていう感じで今回ね、ラバースプレーで、ピンクにしてみましたって感じなんですけど、まあでも本当にね綺麗にいい感じでね、塗れましたんでね今回もね、うん、これは本当ねおすすめの DIY だと思いますね。本当に、素人のね、私でもこんだけね
あんなね見ていただいた通り適当な感じで塗っても、まあこんだけ綺麗にね、なるっていう感じなんで、うん、これは本当ね、まあピンクでしたらやっぱり女子がね、好きな色だと思いますんで、もうね、まあ、買いに行った時もね結構奥様方とかね女性の方が結構買ってらっしゃったんでね、やっぱ鉢関係ね、うん、やっぱ女性はやっぱねこういう緑のやつ関連がね、好きなんでしょうねきっとね、うん、なんでねやっぱりこういう本当鉢をねピンクにするとかっていうのは、うん、非常に、うん、おすすめな良い、うん、カスタマイズというか DIY だと思いますね。本当に一気に可愛くなってね、ガラッとイメージチェンジになりますんで、ね、ぜひやられてみてはいかがでしょうかっていう感じで、まあこの動画がね、いいと思いましたらぜひ、見終わった後に最後ねグッドボタンの方押していただいて、まあよければチャンネル登録もね、の方もよろしくお願いしますってことで、次回、モスラさんの鉢替え動画になりますんで、こうご期待。